をしたっていうんですか。100万年も独房に入れられる覚えはないし、悪いことした覚えもないんですよ。そうですよね、吉田さん。はい、今日はですね今井さんに懲役100万年のトガ人になってもらうためにですね、私ソニーの松岡修造がここエンターブレイのですね会議室にやってまいりました。皆さん今日もよろしくお願いいたします。イエーイ。でも待ってください、吉澤さん。松岡さんって呼んだ方がいいんですか、どっちですか。吉澤でいきましょうよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日はですねフリーダムウォーズという作品をご紹介させていただくということなんですが、はい、実は私の姉妹番組のハラマル内でめちゃくちゃ流行ってたゲームだというのは伺ってはいたんです。はい、はい、なるほど。あと私のですね妹分でもある原由美ちゃんもこの作品に関わっているということで、はい、噂は聞いてました。はい、松岡修造が来るぞって。なるほど、はい、ありがとうございます。そしてどうもですね、はい、松岡修造はですね、はい、今井さんに今日聞いていただきたい話がフリーダムウォーズ以外にもあるんですね。どうしたんですか、何でしょう。ぜひちょっと聞いていただきたいのがですね、はい、今日の謎かけでございます。どうしたどうした、はいはい、謎かけ、はいはい、このシンガーソングゲーマーですよね。はい、はい、ですのでリスナーと聞いていただいている皆さん、リスナーとかけまして強烈なパンチと解きます。その心は。ありがとうございます、はい、どちらも聞いていますね。おー、はい、そしてですね、はい、今井さん、アルバムが出られる。そうなんです、11月26日に私のですね、はい、5枚目のアルバムで初めてのアコースティックアルバムリトルレガシーというのが出るんですが。なるほど、はい、ではですね、はい、アルバムとそうしたっき聞かれたお題がもう入っている。はい、立候補と解きます。立候補、はい、その心は。どちらも選曲が大事ですね。選曲と選曲、はい、おーすごい。どうですか、フリーダムウォーズの中にも謎かけがあるってことですね。ゲームをやっていると全く入っておりません。なんだと全く関係ないので、はい、これはもうおしまいです。どうただ、はい、すごいテンションは上がりました。上がりましたか、はあ、よかったです。ゲームを遊ぶにもやっぱテンションって大事だし、はい、今回のゲーム一人で遊ぶんじゃなくてみんなで遊ぶんですもんね。そうですね、うんうん、はい、まあ、僕の謎かけは限りなく一人よがりなんですけれどもでもですね、この楽しさ熱量をですね皆さんに感じていただきながらこのゲームをですねぜひ一緒に楽しんでいただければと思いますので、はい、今日もよろしくお願いいたします。こちらこそお願いします。他のねプロデューサーさんの下にいる皆様のご苦労が垣間見えた瞬間でございました。ありました。ちなみにボランティアっていうのは私がやっぱり罪を犯しているからボランティアをしなきゃいけないですよね。その通りなんです。はい、懲役100万年といってですね、はい、生きている人ほとんどが懲役100万年のトガ人として、はいはい、来て扱われてしまう世界なので、はい、この懲役100万年から自由になるためにですね、はい、ボランティアと呼ばれる戦闘行為に強制的に参加をしていただきます。わかりました。もうボランティアガンガンしまくって100万年減らしていきたいと思います。今井さんテンション高くていいですね。さすがです。ありがとうございます。素晴らしい、はい、ちょっと僕も負けずにですねもっとテンションを上げながら今日は頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。吉田さん大丈夫です、そのくらいで十分。本当ですか。はい、じゃあちょっと吸い戻ります。そうですね。なんかこのキャラクターのなんか見た目を私用にカスタマイズしてくださったって聞きましたが。そうですね、ま、じゃあ戻ったらじっくりと見てみましょう。分かりました。今井麻美さん仕様にわお、トガビトがカスタマイズされてます、うん、すごいですね。皆さんも自分の好きなキャラクターのビジュアルに作れるってことですね。そうですね、相当細かくやってくださってます、うん、ちなみにアクセサリーは中村えり子さん仕様になっていますので、出演されている中村えり子さん、はい、そこもですね、だからいいだったんだ、なんでいいなんだろうって思ってた。はい、顔見ていただくと、なるほど、はい、今井さんのキャラクターには A があって、うん、中村さんのキャラクターには E が入ってますので、なるほど。でちなみにですね、はい、今井さん、はい、僕はですね、このゲームで流行らせたい言葉があるんですね。何でしょう、はい、レッツ貢献という言葉なんですけども、はい、このレッツ貢献、はい、僕がですね、はい、レッツと言ったらですね、はい、ぜひ手を大きく振り上げて元気に貢献とですね、言っていただきたいんですね。こ
これはゲームを始める前の必要なことですね。そうです、必ず皆さんにやっていただきたいです。私トガ人なんで言うこと聞きます。じゃあ行きますよ。はい、わかりました。みんなもお願いしますね。はい、レッツクラッキー。今までで一番大きい声出させていただきました。素晴らしい、ありがとうございます、はい、じゃあ始まりましたので、はい、元気よくですねボランティアに貢献したいと思います。はい、で操作方法、攻撃は四角ボタンが弱攻撃、はい、三角ボタンで強攻撃ですね。四角ボタンと三角ボタン連打するとコンボが出せます、はい、三角ボタン長押しするとですねチャージアタックという技が出ます。お、ちょっとやってみたいな、はい、まずは行ってみよう、はい、まずは今日のもう連打攻撃で、はい、そうですね、チャージしてみよう。あ、チャージ、なかなか敵が、まあ、正面も向かないな、どうしたらいいんですか。だとしたらですね、今度は L ボタンを長押ししていくと、あ、はい、ロックオンしているので、これ便利、はい、R ボタンです。 R ボタン、はい、でですね、R ボタン、それ、はい、それで丸ボタンです。丸ボタン、はい、で連打していただいて、うまい、そうですね、ドラッグダウンというですね、敵を引き倒す攻撃をしました。はい、でこの状態で今大きな敵が隙ができてますんで、はい、もうみんなでボコボコにしてください。わかりました、はい、そういうの得意です。もうガンガンに打っていきましょう。で、また起きたらですね、ドラッグダウンしてもいいですし、このアブラクターですね、腕に、両肩にですね、シールドがついていますので、はい、ギバラでシールドに貼り付いてですね、溶断ということもできますので、もし言われるようだったら、シールドが取れちゃった。取れちゃってますね。みんな強え、はい。ドラッグダウン。マルチプレイしてるデータがほぼみんなのクリアデータなんで、ヨンノさんがものすごい弱く感じる。そうなんですね。で、このゲームですね、このドラッグダウン以外にも溶断といって敵の部位をバラバラにして破壊するようなことができる。今壊しました。あ、素晴らしい。多分あ、倒しましたね。これ、はい、で倒すとですね、はい、これシビリアン今アブラクターから出てきたんですね、うん、ぜひアブラクターから出てきたシビリアンをですね救ってあげてください。あの子シビリアンっていうのは市民ですね。あ、市民ですね、はい、お、で救っていただくと、はい、今度ですね画面回していただくと左の方ですね、はい、そうです、奥に、はい、青いアイコンがあって、あそこがですね護送機と呼ばれる、脱出ポイントになりますね。あそこまで、キャラクターをシビリアンを連れて行ったりする、はい、でそのシビリアンの搬送をですね他のアブダクターが邪魔してくるので、怖い、他のプレイヤーはですね、みんな助けて、はい、アブダクターを破壊してこの今井さんを守ってあげる。おー、フリーダムウォーズはこうやってですね戦い方を明確に役割を分けてプレイすることができるっていうのが大きな特徴になっております。すごい、はい、やったー、素晴らしい。で、今ですね、はい、1人目のシビリアンの奪還終わったんですけども、うん、このボランティア、左上に2分の1と書いてあってですね、もう1人助けなければいけないんですね。うんうん、で、スタートボタンを押していただくとマップ画面が表示されるんですが、うん、あそこに今赤いアイコンが出ていてですね、うんうんうん、あれがまた次のシビリアンを奪っている、はい、アブラクターになりますので、今度はみんなでこれを倒したいと思います。またのロックオンをしていただいて、うわ、なんだこれは。はい、まずやられてしまっている。あ、踏まれちゃいました、うん、痛かった。で、これ今ドラッグダウンです。ひっくり返したんで、みんなでまたボコボコにしていただいて、かがみ込んでグルグルしてるんで、うん、大丈夫だよと優しく声をかけて拾ってあげてください。そうだよ。でですね、このゲーム、はい、この搬送を、はい、パートナーのアンドロイドであるアクセサリーにすぐさせることができるんですね、はい、例えばこれ丸ボタンで1回、シビリアンを置いていただいて、で、セレクトボタン押していただくとメニューが出てきますので、ここからアクセサリーですね、シビリアンを運べというふうに選んでください。はい、そうすると中村一歩さん仕様のアクセサリー、うちのリトルレガシーのレガシーが、はい、そうレガシーちゃんがシビリアンを搬送してくれますので、ぜひ守りたいですね、エスコートして護送機まで一緒に行ってあげてください。で、他のステージだとここに敵がどんどん出てきて邪魔をしてくるんで、でここ今井さんが守ってあげてください。おすごい、はい、今さんゲームお上手ですね。いやいやいや、教え方が上手いんですよ、さすがに。あら、そうですか、嬉しいな、嬉しいな。今日は気持ちよく寝れそうです。よかったです。いやでもすごい、やっぱみんなと協力してる感がすごく出てて面白いですね。ありがとうございます、うん、でこのゲーム、うん、プレイヤーキャラクタートガビトにはアクセサリーというアンドロイドが1人1体ずつついているんで、うん、画面見渡していただくといっぱいいますね、人が、はい、4人同時プレイでありつつ、実際には8体のキャラクターが出ているというですね、非常に賑やかな、確かに、マルチプレイを楽しむことができる
でございます。あれですか、アンドロイドは味方なんですよね。はい、味方でありつつ監視者であるという、監視者ってことはずっと私のこと後をつけてくるわけですね。つけてきます。お手洗いに行くときも、はい、お風呂に入るときも、はい、やだどうしたらいいか見てる方が一番よくご存知なんだと思うんですけど、そこはうまいことないか、ここに突っ込み方を教えていただいたら次回はしっかりそのツッコミをするようにいたします。おかしいな、おかしいな